鶴ヶインターチェンジ。鶴ヶインターチェンジは、福井県鶴ヶ市井川にある、北陸自動車道のインターチェンジである。鶴ヶ市街の他市が県高島市の最寄りインターチェンジの、一つ。福井県警察高速交通隊鶴ヶ、文中隊及び、12本高速道路鶴ヶ保全、サービスセンターが置かれている。東 IC の北方には上り線が下り線を、オーバークロスする部分がある。また、 南方の鶴ヶ JCT で、前鶴は笠自動車道が接続する。山間部にあるため、北隣の今城インターチェンジとは約 22km、南隣の木の本インターチェンジとは約 24km 離れている。鶴ヶ BS 鶴ヶバスストップは、鶴ヶインターデイ入口の間に挟まれた場所にある、北陸自動車道のバスストップである。構造上、駐車場からは、 歩道のないランプウェイを歩く必要がある。一般道側に車寄せがある。バス停には簡単な待合室が設置されている。なお、一般道の公共交通機関はないため、バス停を利用する場合は、自家用車やタクシーに頼らざるを得ない。バス停の道路は許可を受けた車両しか通行できないが、本線の冬用体やチェーン規制時には、チェックを受けた車両が、 本線に戻るときに通行する。ありがとうございます。